当時私は付き合ってた方がいて、で、私は仕事の都合で福岡に住んでたので、遠距離恋愛だったんですけど、で、会える機会も少なくて、ただ交際自体は順調と言いますか、婚約もしてるぐらいだったんです。その後、ただ彼がちょっと失業してしまって、で、リストラみたいな形だったようなんですけど、じゃあ一緒に福岡で住むみたいな話も出てたんですけど、ちょっと彼の方が結構落ち込んでしまってて、励ますというか元気づけるので、週末休みに私がちょっと出てきて、観光一緒に遊ぼうっていうので、で、その時に撮った動画ですね。ありがとう。撮ってんの？いいじゃんいいじゃん、ほら残しとこうと思ってさ、最後に。はい、買ってきました。はい、ありがとう。はい、ありがとう。すぐ使います。そうそうそう、たまにはね、いいじゃん、こういうところもさ、気分転換みたいな。そうそうそう、この自然がいっぱいのさ、こういうところもね。ね、それはそう、自然はすごくいっぱいだよ、確かにね。いやでも心配したんだけど、全然さ連絡もつかないし、どうしたの？まあ、大丈夫？大丈夫大丈夫。はいはい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。今日はこんなところで何してるんですか？何してるんですか？まあね、来てもらってね、それからちょっと、一緒に回ろうかなって。この辺は、こっち？そう。ちょっと怖くない？すごいよね、この橋。ドラマでよく見るやつじゃん、これ。いやすごいな。でも意外になんかしっかりしてるね。川？そう、川があるの、ここは。ちゃんと自然がいっぱいで。綺麗だね。そうでしょう。怖っ。高くない？結構高いよね。バーチャル熱い。大丈夫？なんかあんの？大丈夫大丈夫。気をつけて足元。でも意外に歩けるね。そうでしょう。そんなに。ほら、川が。本当だ。綺麗。いやいいね。いいね。気持ちいい？うん。やっぱ水辺いいわ。平べったいやつ。平べったい。行けるかな。ちょっと下着だからさ。ちょ。あ。でも絶対。やってよやってよ。ちょっとやってちょ。俺が下手くそだと思われるじゃん。いや私。いやそれ私が下手なところ映す作戦。いやいやそんなことないそんなことない。待って、めっちゃいい石探すか。嘘。やりました。負けました。負けました。いやしかし雨も強くなってきたね。大丈夫こんなとこ。本当にどこまで行くの？いやもう少しだからさ、見せたいものがあるから期待して。何、橋？そう、橋すごいでしょ。なんか怖いね。最後に来たかったんだよ。高くない？すごい。結構高いよ。あ、緑色だし、めっちゃ綺麗な。綺麗な緑色。高い。なんで緑色なの？すごい。戻る？帰ろう。雨だし。帰ろう。
帰る。うん。帰ろうか。うん、帰る。そのあの時彼が突然消えてしまって、もう私もびっくりしてしまって、でもあちこち探したんですけど、それでその彼の靴が見つかって、あもうこれ落ちちゃったのかなって、川にもうどうしようって慌ててしまって、とりあえず助けを呼ばなきゃっていうので、携帯、まあそのあそこ携帯がつながらなかったので、いやもうどうしようって、とりあえずもう麓に急いで降りて警察に連絡して、その男性の方は見つかったんでしょうか。あの捜索していただいて、で翌日に遺体で発見されてでした。まあただそのそれがちょっと変だったというか、変と、あのその司法解剖ですかね、その彼のご遺体を警察の方が調べた結果、その見つかった時点で死後2週間以上経ってたっていうんです。でも私会ってますし、その前の日に、いやもう動画にも残ってますし、ちょっとおかしいじゃないですか。確かに、はい、でも思い返したら、まあ、変なところもあったというか、私その彼と会う前の日に、まあ、福岡から出てきて、で彼の家に行ったんですけど、まあ、彼全然家にいなくて、でその2週間ぐらい前から連絡がつかなくなってたんですね。それで心配して、まあ、その彼と会った日の朝に彼から連絡が来て、まあ、その動画の場所にいるからっていうので会いに行ってっていう形だったので、まあ、もしかしたらその時も彼はすでに亡くなっていて、で私にそのさよならを言うために呼んでくれたのかなみたいなことを思ったりしました。こんなところで何してるんですか。綺麗だね。そうでしょう。怖っ。気をつけて。うん。めっちゃいい姿勢。
探すか。なんか怖いね。